もちろん、様々な規約が存在しています。ユーザーの皆さんの安全が第一ですし、ガラクシアだけでなく VR 対応のソフト、ハード、全てに言えることなのですが、五感に干渉できるからといってユーザーのありとあらゆる感覚を自由に操れるというわけでは。でもそれは倫理上の理由からあえて制限しているのでしょう。逆に言うと技術的にはそれ以上のことも可能と。違うかしら。それははい、その通りですけど。別に非難しているわけではないのよ。むしろ逆。人の感覚というのは非常に繊細で、しかも個人差が大きいものだ。にもかかわらず万人に意図通りの刺激を与えることが可能な機構というのはとても興味深くて。ねえお兄ちゃん、ブイネラさんって脳や VR の研究者とか技術者なのかな。まあそういう仕事をしていたと言えなくもない。完全に順応してるな、アドミニストレーター。すぐに俺たちより詳しくなってしまいそうな勢いだ。知識に貪欲で、しかも理解が早い。だからこそアンダーワールドであれだけのことを成し遂げられたんだろうけど。というかクイネラ、そのくらいにしとけよ。ネージは困惑してるだろ。キリトさん、大体あんたが最新技術の話題に食いつくのって不穏な予感しかしないんだよな。何に応用するつもりなのやら。あら、心外ね。純粋な好奇心よ。どうだか。で、あれ、なんか風花が向こうで手を振ってる。何か見つけたみたいですね。行ってみましょう。だよ、その目はよ。檻に入っているクラインを見る目だよ。おお、知り合いだったんだ。何をやってるの、クラインさん。いや、聞いてくれよ。知らない間に風林火山の連中とはぐれちまってさ、一人でうろついてたら宝箱を見つけたんだよ。そしたら上から檻が降ってきやがってよ。トラップか。即死系じゃなくてよかったな。これ外から壊せるのかな。破壊可能オブジェクトだね。ちょい耐久力はあるけど。安心しなよ、クラインさんとやら。これならみんなで。どうしたの、キリト。いや、この手のトラップについてなんだけど、例えばさ、ダンジョン内のダメージ系や即死トラップは侵入を阻む障害になってるだろ。じゃあこういう生け捕り系のやつはどうだろう。どんな役割があると思う。ああ、おとりね。おとり、仲間が捕らえられれば助けようとするでしょ。まあそうだよね。つまり一人捕らえることでより多くの人間が集まってくる。すなわち獲物が増える。一定以上の知能を持つ魔獣ならこのくらいは考えそうね。だな。とするとこの後の展開は。まだです。四方から殺到してきます。おい、頼むぜ霧の使用。任せてくれ。今回は私に協力してもらうわよ、坊や。できた。クラインが攻撃されないよう分散して敵を倒すぞ。了解。すまねえな、みんな頼んだぜ。逃げて。
おかげだぜ。はあ、追い返せた。貸し一つな。おう、すまねえな。男クライン、受けた恩は絶対忘れねえ。ところでキリトさん、あ、このお嬢さん方は。そっか、風花にネージュ、あんたらもありがとな。うん、無事でよかったな。そしてクイネラさんとおっしゃるんですね。美しいお嬢さん、あなたの凛々しい戦いっぷり、このクライン心から感服いたしました。クラインさんって定期的にテンションおかしくなるよね。普通にしてたらいい人なのに。ああ病気みたいなもんだしな。ああ、華麗に敵を蹴散らすその姿はまるで伝説の戦乙女のよう。例えるなら戦場に咲いた一輪のバラ。前にも聞いたわね、それ。え？褒めたたえるのはいいとして、
言語感覚がチュデルキンと大差ないのはいただけないわ。もう少し精進なさい。どっかでお会いしてましたっけ？あなたのような方にお会いしてたら忘れるはずが。クイネラさん、クイネラさん。面白い人だな。面白がっちゃ悪いですよ、風花。さて先に進むか。